リアル秋葉ボーイズ U20 オーディションプロジェクトはいよいよ最終審査目前。 SNS 審査に5月4日開催のリクエス最終審査へ向けて猛特訓中。そんな中、4月1日開催の RAB ワンマンライブで彼らは一体何を見たのか。4月1日都内東京ドームシティホールにて開催された RAB のワンマンライブ会場に合宿審査を通過した彼らの姿があった。上じゃね、82度。そう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 、中には初めて RAB の姿を見る参加者も。までやってきたものがもちろんあるんだろうけど、本当に見てて本当に刺激になったし、こういうパフォーマーになりたいって思ったのが本当に第一でした。僕ら次5月4日のリクエストのステージで立つんで、僕らもこれ以上とは言わないですけど、これに並び立てるぐらいのパフォーマンスをできるように僕ら頑張っていきたいと思ってます。リアルアキオボーイズっていう集団はやっぱり世界で一番かっこいいし、もう人生の目的とか世界のすごいこと全部がリアルアキオボーイズで完結してるなってすごい思って、あとリュウ君の MC 聞いて、なんか世界にもっと辛い人いるから頑張るぞみたいなやってて、やっぱり弱音吐かないってかっこいいなって思ったから、自分も5月4日に向けてなんか恥ずかしがらずに新技の習得とか、とにかく世界一かっこいい人たちに恥ずかしくないように頑張りたいって思いました。最後の方とかなんか本当に泣きそうになっちゃうぐらい、なんかジーンとくるものというか、なんかそう心に響くパフォーマンスをこんなに長い時間楽しませてもらって、本当にこれからも何か私もっていう思いがすごい最後強く残りました。なので5月4日のフェスのステージで私もそういう風に思ってもらえるようなパフォーマンスをしたいし、 RAB の皆さんにもそうこの子がいいって思ってもらえるようなパフォーマンスをしたいなって思いました。大阪の方のライブにも行かせていただいていて、その時も見て、もう RAB さんが出てきた瞬間からなんか感動しちゃって、今日のライブも多分これが本当に人を感動させるパフォーマンスだなっていう風にすごい思ったし、自分もそういうパフォーマンにすごくなりたいなって思いがさらに強くなって、そうまだまだ未熟だし全然到達できない域ではあると思うんですけど、 RAB さんの背中を追ってこれから頑張っていけるように、5月4日もその皆さんに楽しんでもらえるようなパフォーマンスをできるように頑張りたいと思います。1回目の大阪の時は配信だったんですけど、今回この現地に来れてすごいいい刺激というか、すごい迫力があって、泣きすぎて頭痛いし、声出しすぎて喉すごい痛いんですけど、もう最高としか言葉が出ないくらい本当にすごくて、5月4日自分たちもパフォーマンスするので絶対成功させます。今日はありがとうございました。今はもう本当に余韻にひたひたで、もう胸がいっぱいいっぱいなんですけど、もう言葉に表せないくらい超かっこよくて、もう何時間でももう見ていたいパフォーマンスでした。ずっともうそのパフォーマンスに圧巻されて口がずっと開いたままでした。お話の持っていき方もすごい惹かれるし、表情も生で動画 YouTube とかの動画で見るのでも全然違くて、迫力もあったし、もう本当に胸がいっぱいのステージで、もういつか皆さんの背中を追って私も最高の舞台ステージにしたいなって思いました。とにかく、圧巻でしたね。今の自分だとやっぱりああいう人を感動させられる構成とかパフォーマンスとかはできないと思うので、1ミリでも一歩でも近づけるように頑張っていきたいと思います。ありがとうございます。今日も僕 RAB のランニングが初めてだったんですけど、とってもめちゃくちゃかっこよくて、いつか僕もあんなパフォーマンスして人を感動させたいなと思いました。で5月4日結果が決まるので、それに向けて頑張っていきたいなと思います。RAB さんは結構自分たちのことをその不完全な状態っておっしゃってるんですけど、なんかそれを補い合っている姿がすごいかっこよくて、で輝いてたので、なんかその最終予選に向けて私自身も
チームのみんなとかと一緒にこう補い合って楽しくできたらいいなって思いました。それぞれが新たな決意を胸に、早速5月4日に向けたチームパフォーマンスのミーティングが行われた。 R チームは青木ゆずか、リカ、メル、もつ煮込み、ルーさん、葵の6名、おのおのがアイデアを持ち寄り、尊重し合いながら和気あいあいと進行していく R チーム。まず大きなこのグループとしての課題っていうかテーマを決めた方が自分たち的にやりやすいかなと思って、うちらは女の子だったり女の子にしかできない表現とか、うん、あとやっぱりジャズもやってる人もいるし、ヒップホップもできる人もいるから、うん、女らしさを全面的に出したいと思ってて、私もなんかいろいろとコンセプト考えたりしてて、多様性というかっていうのもやっぱりあった方がいいなとか思ったり、やっぱりちょっとなんていうの、あの秋葉ボーイさんの結構バラエティ要素があるというか、うんうん、なんかちょっとなんかクスッと笑えるような要素もあった方が、うん、なんか結構うちら女の子たちだからなんか結構男の子ってそういうの上手じゃん、なんか見てて、うん、ちょっと笑そういう要素をちょっとずつ入れるのもありかなって思ってて、真面目になんかちょっとアホっぽいというか、うんうん、やっぱみんながこういうなんか意外性ってあったやんか、合宿のテーマの最後、うん、みんな思ってたのと違ったりとかいろんなところが出たからそういう要素もやっぱ必要なんやなってすごい思って、うん、パッと見めっちゃ真面目そうやのにめちゃめちゃふざけてたらそれも面白いかな面白いね、うんうん、いっぱい多分服使うのもありだなって思ってるからさ、わ、うん、かるよ、うん、服はねいっぱい多分面白い、ね、うん、顔を青塗りにしたら面白いやばい青タイツ良さそう、やりたいやりたい、できることは全部やろう。一方セリカ、ヨウ、アオト、ナギ、ハルヨシ、ノリキの A チーム、リーダーシップを発揮するメンバーも進行するメンバーもおらず、ふわっと会議が終了した。うわー、虹ヶ崎か。虹ヶ崎、会場どこですかと、お台場なんですよ。今回俺らのさ、チームのテーマっていうのがさ、うん、全部かっこいいに振り切ったやん。それを考えた上で、これはかっこいいかって言った時に、難しいなと思って。でも、かしはめして。おー、これかしはめは。かしはめがやばいのよ。ガチ刺さるっていうやつだから。そこが捨てがたいよ。もう入れてほしいな。入れちゃってもいいと思います。なんか合わせてみて、やっぱり、あの雰囲気殺したなら、なんかやめとかでもいいから候補に入れたらどうかなって思います。うん、では、じゃあ一旦お開きで今日は。はい。うん、はい。最終審査に進んだ参加者は、合宿時に振り付けレッスンを担当した松下先生のもとでダンスレッスンを受けていた。中には、レッスンとチームリハのために、関西から上京する参加者も。
4月22日に YouTube にて投稿された合宿編後半の動画を皮切りに、各参加者の Twitter、Instagram、TikTok が開設され、動画では判断・評価できないそれぞれのパーソナルの部分とクリエイティビティを審査する SNS 審査による活動によって最終審査での合格に大きく影響する可能性も。最後にレッスンを務める松下莉子先生はこう話していた。ダンスの、まあ、やってきたジャンルだったり、あとは元々のスキルってみんなやっぱ全然違うと思うので、でもなんかこう吸収しようっていう気持ちとか、他の子に対してのリスペクトもすごい感じるし、なんかこうみんながみんな自分はこうしてみよう、あしてみようっていうチャレンジ精神はすごく見えて、すごいいい空間だなって思います。今日2回目で2回レッスン来てくれた子とかは、なんかこうただレッスンを受けに来るだけじゃなくて、自分の中でこう目標を決めてやってほしいだったりとか、自分の中でこう課題を見つけて次までにちゃんとクリアをして来てほしいっていう風に伝えたんですけど、今日それが見える子とかはすごくいて、なんかあちゃんと自分の中で考えて2時間とか1時間半の時間を大切にしてくれてるんだなって思うと、なんかそういう気持ちというか精神すごい大事だなって思うので、そういう子はすごくいいなって思います。今アイドルグループとか、なんかそのダンスボーカルグループみたいなのって結構この年代の子たちで多いと思うんですけど、なんかこう RAB さんみたいに踊ってみたをやりながらもなんかいろんな活動をしているっていう、マルチにこう活躍していくっていうグループってあんまり今出ていないなって思うので、なんかこう新しい今のそれこそ小学生とか中学生の子たちが憧れるようなダンスやったことない子たちでも、あなんかこんな表現の仕方とか表現者っているんだっていう、なんかこう一個目標になるようなグループになったら素敵だなって思いながら見てます。この番組は東京スクールオブミュージック&ダンス専門学校、オタクアパレルは R4G、 世界を照らせ株式会社ルミカ、イサリビ株式会社、以上の提供でお送りしました。